さ、ご自分のことじゃなくてご主人のテーマだね。あ、知能っていうのはね、不思議なもので、大きく分けても言葉で検査する知能と、見たり行動したりして検査する知能と両方ある。一般の生活だと言葉の知能というのはあんまり使わなくても、行動知能というのを使えば結構レベル高くなる。多分ご主人はどっちかというと言葉のイメージで自分のイメージを膨らましてるわけだから、言語的な知能が高いんだと思う。と奥様の方は言語じゃなくて行動的な知能で生きてらっしゃる。二人がだからなんだかんだ言いながら結婚していいじゃないですかって思うんだけどね、もともと質が違うんだ。どっちも必要なんですよ。言語的知能の高い人は学者とか研究者とかになっていく。でも日常の生活というのはあんまり上手にはできない、うん、その反対に行動知能の高い人は学校の成績とか以上に上手に生きていける。どっちがいいってかわからない。だからお互いがプラスプラスになればいいんだけど、うん、今話聞いてるとお互いがマイナスマイナスになってるから、うん、なんかそれ考えるといいかもしれないね。例えばご主人がなんか空想的なことっていうか おっしゃる時に邪魔しないようにうーんとかおーとかあーとか言ってればいい、うん、変に言語化してあそれはこうなんだねなんて言うとイライラしちゃう。お前に分かるかってみたいなことになっちゃう、うん、おーとか言ってあんたはやっぱりすごいねってこう思いながらそれはそれで認めていく。でこの世は合わない人が一生懸命ねやってんだから、なんかうまく認め方を考えれば随分と変わってこれると思う。だと努力をしてみて、まずあとはご主人の好きな食べ物とか分かると思うから、その辺のところでうまくやっていけばいいんじゃないかなと思う。あと大きなテーマね、夫婦だからやっぱりそういう性的なものっていうのねあるからね、それはそれでまた研究してほしいと思うけど、うん、IQ70 代で夫の方が110代ってことなんですけど、それでは そんな全然わかんない。あ、まあ、当てにならないってことですか。当てにならなくないけど、うん、実際に生きてるとそんなことは何も関係なくて生きれる。だいたい70代というと、うん、言語的な問題がうまく解けないんだと思う、抽象力みたいなものを考えたりとか深く考えたりとか面倒くさくてできない。その IQ70 代だから境界知能ってわけではないってことですか。まあ一応は境界線って言うけどね。境界線が70代です。まあそのテストによっては、でもそんなのに引っかかることないんですよ。自分の知能が どこに一番向いてるかということを考えればいい、うん、向いてるところを伸ばすと。そう、うん、これ夫が IQ110 代ってことは結構言語知能が高い方ってことですか。まあ110代高いとは言えないけどね。普通が100になってるけど、まあ110代ぐらいは普通のうちに入る、うん、130とか140になるとね、テストの範囲を超えてるわけだから。じゃあ夫はまあ普通だけど奥さんの方がちょっと低い、言語知能はちょっと低いかな。まあ検査すると低いんだろうね、うん、どこで検査したか知らないけどね。この夫からなんかすごい妻に対して いろんな なんか不快な言葉を投げかけられるんですけど、うん、まあこれ夫の立場になってみないとわからないですけど、なんかそういうなんかね理由があるんですか。まあ自分の思う通りに奥さんが動かなかったりする。自分が思ったような反応が出てこない、うん、奥さんとしては言葉でね、うん、あなた素晴らしいねとか そんなことを言わなくていいから、うん、おーとかあーとか言ってればいい、うん、言葉を使っちゃダメってことですね。ダメってことないけど、言葉って難しい、心理的にすごく難しいんだ、うん、だからカウンセラーでもあなたはこんなこういうことで悩んでんですねなんて言ったら、うん、外れることが多いから、外れたら相手側もあこの人ダメだと思うじゃん。だからそういう言葉を使わない。おーとか、あそうとか言ってるうちに本人がちゃんと自分の悩みをきちんと整理して喋る。そうするとそこでもう半分は治療が完成していくっていうことがあるから、良かれと思って言葉を返すとそれはイライラ、うん、イライラの元になっちゃう。敏感な人というのは感じちゃうから、うんうん、だからおーとか言って何気なくコーヒー出してお茶出して置いといた方がずっといいよというのは行動でいろいろ示した方がいい。この中で私が質問や相槌を打っても無視してしますよ。合わないんだから。でも質問はまあ分かるんですけど、うん、相槌だったら別に言葉じゃないじゃないですか。
だから別にいいかなと思う。相槌って言葉でおそらく言ってるんだ。ああ、ご主人からすれば、うん、いつも分かんないのに分かったようなふりしてとかこう思っちゃう、うん、だからびっくりして、おお、あーええー、とか言って、うん、ええー、とか言うのが一番いいよね。自分はついていけないけどあなたすごい人ですねって、ええー、っていう感じで。相槌の打ち方もそういう言葉じゃないでと、相槌っつってこの相槌じゃないと思いますね。相槌っていうのは本人が こういうことができたんだね、すごいねとかいうことだと思うんですけど、それはね、かえってね、一生懸命やってる人にとってはね、イライラの元になる。変な評価はいらない、評価になるから。評価なんかしなくていいんですよ。なんかね、夫が空想を語ってる時に奥さんが私に話しかけてるんじゃないのって確認するってことなんですけど、まあ、やると逆効果になるってことですね。そう、空想の邪魔になるもんね、うん、でその辺のところ分かる人だと思うから、奥さんは、うん、それは知能と関係ないんだから、心の動き方、うん、その辺であのちょっとあの賢くなればいいんじゃないですかね、うん、と思う。経験でね、だんだん上手になってほしいなと思う。その夫の発言をどのように理解したらいいでしょうかってことなんですけど、自分はもっと優秀なのにこんな嫁もらってとか、うん、自分自身に対してイライラしてるのかもしれないから、それは分かんない、ね、で子供が2人いたら子供がいるから離婚なんかできないじゃないですか、うん、まあ、それが普通だけどね、うん、決してあなたが悪いわけじゃないんだけど、もっと相手の気持ちみたいなものを考えられるといいねって、うん、イライラしてる時はあんまり言語で反応しない方がいい。夫婦だったらそこまでいくと大体離婚にしたり、うん、まあよく我慢してるわね。いや、どっかでうまく受けてんだと思う。また言ってるみたいな。だから離婚率高いのは そういう人があの結婚してからは分かる人が多いから。あ、子供ができたりすると分かるんだ。子育て全然違ったりするから、人間完成したもんじゃないから、お互いに怒鳴り合えばいくらでも怒鳴り合える、あれお互いが持ってるわけで。